クリスティアンテージョエレーラは、スペイン王国カタルーニャ州サバデー出身のサッカー選手。レアルベティスに所属している。ポジションはフォワード。11歳で、FC バルセロナのカンテラに加入してから6年間プレーし、2008年に契約満了となった後に、RCD s パニオールと契約した。2010年にリザーブチームに昇格したが、2010年6月、再び FC。 バルセロナ B へと移籍した。2012年に入る怪我人が増えた、トップチームに招集される機会が増え、2012年1月28日のビジャレアル CF 戦で公式戦デビュー、2月4日のレアルソシエダ戦で初得点を記録した。それからは契約はバルサ B のままであるものの、イサーククエンカの長期離脱もあり、ほとんどの試合でトップチームに帯同し、 多くのスタメン出場や得点を記録している。同年12月に2016年まで契約を延長し、トップチーム選手としての契約を手に入れたものの、バルサビーの選手が背負う26番以降の背番号37のままプレーをしていた。2013年8月に2018年6月30日まで契約を延長し、背番号も2 2変更となった。 2014年1月22日のコパデルレー、レバンテ戦で初のハットトリックを達成した。2014から15年、バルセロナでなかなか出場機会に恵まれないため FC ポルトに期限付き移籍した。15から16年シーズンに冬の市場でフィオレンティーナに期限付き移籍。2016年8月16日に買い取りオプション付きのローン移籍で、 再びフィオレンティーナに所属することを同クラブが発表した。2017年6月30日、レアルベティスに移籍した。移籍金は400万ユーロ、契約期間は5年間で、定女が将来移籍する場合、移籍金の一部がバルセロナに支払われる。スペイン代表として 2011FIFAU-20 ワールドカップに選出されたほか、2012年のロンドン五輪にも選出され、 グループステージ3試合に出場した。また、2013年の UEFAU-21 欧州選手権2013にも出場し、優勝を果たした。ありがとうございます。